今日から取手市長として皆様のご支援を賜って市長に就任いたしました中村治でございます。職員の皆さん、どうぞよろしくお願い申し上げます。そして今日この壇上にお送りをいただいた多くのご支援者の皆さん、お忙しいにもかかわらずお迎えをいただきましてありがとうございました。選挙中、市民の皆様に数々のお約束をしてきました。それをしっかりと守っていく、そして皆様のご期待に応える、そんな思いで今日は初登庁させていただきました。それには多くの職員の皆さんの力強いご支援とアイデア、さらには取手市議会の皆さんからのいろいろなチェックをしていただき、この取手市を一歩でも前に、そして魅力ある限りない可能性をしっかりと見出す、そんな姿勢運営をしていきたいと思います。どうか皆さん、私に力を貸していただいて、共に素晴らしい取手市を作ってまいりましょう。今日も笑顔で頑張ろう。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、おはようございます。ただいまご紹介を賜りましたこの度の選挙当選させていただき、取手市長として今日から働かせていただきます中村治でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。私は難しいことを語るつもりは全くありません。ただ行政というのはやはり職員の皆さんがいかにこの仕事をしやすい環境で仕事ができるのか、それはやはり楽しい職場でなければならないというふうに思っています。そういう環境を作っていくために私も努力をしてまいりますが、皆様におかれましては持っている力、それから限りない可能性をしっかりと引き出していただきたいなと思っています。私も一生懸命この取手市の発展のために頑張ってまいります。部長はじめいろんな役職についている皆様方のお力を借りて、そして私も悔いのないこの市長職という職をですね、しっかり全うして取手市の新しいリーダーとして、そしてトップセールスマンとして働く所存でございます。どうか皆様のお力を貸していただいて、それで皆さんと共に素晴らしい取手市を作っていきましょう。皆さんの力が頼りです。どうか私に力を貸してください。そして目指すところは行政サービスの向上、いろんなことをありますけれども耐えていただきたいと思います。どうか、よろしくお願い申し上げたいと思います。今日から私もいろんなことを勉強させていただきながら、もっともっと取手のことを知ってですね、皆さんにご苦労をかけないように、ご不便をかけないようにしっかりリーダーシップを取っていきます。どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。